ウードル県はトルコ、東アナトリア地方の県。県とはウードル。語源としては、トゥルク系のオグズ族の一種族、ウードロールが語源であるとされている。彼らはアナトリアの町や村に広がって分布しており、マラティアやその他の県にも、ウードルという同盟の町が見られる。北西をカルス、南西をアールに囲まれており、東部ではアルメニアと国境を接している。 ノアの箱舟が流れ着いたという伝承のあるトルコの最高峰アララト山があり、この山の麓の平地部分がこの県の領域である。トルコで一番温暖な地域であり、面の生育が可能である。アルメニアとの国境にはアラス川が流れる。古代史研究ではこの地域への人類の定住はおおよそ紀元前4000年に遡れるという。紀元前800年頃には、 ウラルト王国の一部であったとされている。ウラルト王国がオロンテスアッサ、アルメニア王国の支配下に置かれてもウラルト王国の彫刻は破壊されず、今も残っている。4世紀にはセレウコスアサ、サーサーアンアサの勢力が顕著になり、646年にはイスラムのアラブ勢力に統治される。1064年からテュルクトモンゴル族が400年にわたってこの地域で、 戦闘を行った。黒羊朝、白洋朝によって、トルコ人の植民が始まる。1534年から1746年までの、おおよそ2世紀も、オスマン朝とペルシア帝国の間で戦争が起こり戦果が与える、ことはなかった。現在の県の領域の多くはペルシアに割上され、ペルシャの自治領エリバニハン国に統治された。 第2次ロシアペルシア戦争後に締結されたトルコマンチャーイ条約により県北部区域はロシアの施政下に落ちたロシアの施政下では当初はアルメニア州とされたがその後エリバニ県になる南半分はオスマン町が保持したがロト戦争でロシアに割譲された第1次世界大戦後期この地域は弱まった帝政ロシアのコントロールから外れ 新しくできたアルメニア第一共和国のアララト県の管理下に入る。しかし、トルコ共和国軍がこの地を占領し、ソ連とのカルス条約で、ウードルはトルコ領となった。多くのアルメニア人はこれらの戦乱の歴史の中でも、生き残り、1919年から1920年までの間ウードルで多数派の民族になった。しかし、 その後のトルコア・ルメニア戦争でソの人口は激減した。今日、ウーデウルでは、クルド人、トルコ人、アゼルバイジャン人などが見られる。ノールーズと呼ばれるイランの春の祭りが後半にも要される。また、農村地帯であるが、隣接した県よりも人口密度が高い。人口は微増中。ウーデルには4つの自治体がある。ゾルの招待宿は、 アルメニア人の建築家によって建てられたと考えられている。ウードルの南西3 5トルの位置にあり、隣村であるゾルにちなんで名付けられた。以前は、教会も建っていたと考えられているが、今日、その面影を見ることはできない。スルメディ城は中世アルメニアの町であった場所、ウードルから東のツづるまでの間の道路上にある。しかし国境への渡航制限のために現在は、 行き来が難しくなっている。ありがとうございます。